だろう。4号付近だと思います。また霧が濃くなったね。また晴れた。なんだろう、この山に入ってからやけに力がみなぎってくる。なるほど、面白いことが起きてますね。これならこの先どうにかなるかもしれない。なんだここは、なぜ俺はこんなところに。いや待て、まさかがのどくに当てられたのか。なら早く戻らなければ。見つけたぜ、当時が素晴らしい力だ。よもやここまでとは。お前目、ああすぐに気づいたか。ああ気づくさ。なんで切った方の目が治ってる。治ってなどいない。証拠に片目は見えない。龍様が力をくれた。そのために龍の目をくり抜き新たな目を作った。めちゃくちゃだ。ああ、俺もまさか自分が人体実験に遭うとは思わなかった。だがそれをしてでもお前を始末したかった。このオーラは、喜べ当時。お前は俺の新たな力の犠牲者。第一号だ。カオスワールド。ここは、冥界の混沌の境界。遺伝レイヤーと戦った場所だ。さあ、俺の真の力、受けてみろ。乱れろ、カオウ。これか。かの真の力、毒虫の本気、魔法。マジかよ、以前より破壊力が増してやがる。この程度で満足するんじゃねえぞ。くそ、攻撃に入る隙がない。あの時の力が使えれば。ぐは、うわぁ。圧倒的だ。まだまだ俺の力が上がる。もうナンバー10で収まる器ではない。さあ、喜べ。お前の死が真の力を手に入れた俺の土台となる。結局俺は足手まといだったな。あいつらみたいに急成長をするわけでもなく、天賦の才を持っているわけでもない。俺は結局何もできていないじゃないか。すまないな、道影、豪気。俺はお前たちに生かされたが、どうもそんな器ではなかったみたいだ。俺が数日もせずにお前たちのところに行ったら、お前たちは怒るんだろうな。何諦めてんだよ、お前らしくないな。たくよ、お前はいつも冷徹でムカつく野郎だっただろうが、ちょっと不利になったくらいで泣き言言ってんじゃねえよ。道影、豪気。夢か。要にコピーされた道影の残留思念とでも言うのかな。つまり、お前によって作り出された二人ってことだ。そうか、だが不思議と嬉しいものだな。もう二度と会えないと思っていた二人にこんなにも早く会うことができた。そんなに俺たちに会いたかったのかよ、気持ち悪いな。違いない。そうよな、俺だって普段ならこんなことは考えはしない。さて、ふざけはここまでにしよう。なんだこれは。打点の力。七つの大罪とされる禁断の力、傲慢の力だ。もうすでに要の危機を察知して、力が溢れている。数秒もしないうちにまた打点の力に取り込まれるだろうな。こいつをなんとか制御できないのか。今は無理だ。お前が自力でこの溢れる力を抑えることができるなら話は別だが、現在死にかけてる奴にそんなことできるわけもない。妖怪山の時みたいに少量ならよかったんだけどな。無理やりだが仕方ない。何をするつもりだ。要の中に残ってる思念エネルギーを全部使って打点の力を抑える。それで数分くらいは制御できるだろう。待て、思念エネルギーを使ったらお前らは。いいんだ、そもそもヤシャマルと豪気の残りカスみたいな存在だ。お前のために使うなら何の問題もない。それに俺たちからしたら、せっかく希望を託したんだから、もう少し抗ってもらわないとな。そうだな。よし、それじゃあ抑えるぞ。さっさとあのムカつく虫野郎を叩き潰してこい。何度も何度もお前たちには助けられてばかりだな。ああ、これで最後だからな、あとは何とかしろよ。行ってこい。ああ、お前たちからもらった希望、絶対に耐えさせない。邪魔するものは滅する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 。まただ。あの目。この異質なオーラ。いまいまし。今すぐに消し去ってくれるわー。バカな。ギリギリセーフだな。当時。すさまじい。これが、打点の力。二人のおかげで自我を保っていられるんだ。早く始末しなければ。おのれー。当時俺は、見てしまった。自分の持つ打点の力、がどれほど恐ろしい力なのか。そして、恐怖した。あ、か、それ、ああ、ああ、
ああ、ああ、ああ、来るな。ああ、ああ、ああ。これが、打点の力、だというのか。こんな力を、俺が、うわあ。こんな。ここで数分休憩します。今のうちに乱れた霊力を整えてください。先は急ぎたいけど、疲れが出るほど、体にまとっている霊力が乱れてきて、こればかりは数日でなんとかなる代物ではないですからね。ねえ、せっかちゃん。そうだね。どうしたの、せっかちゃん。いや、さっきからずっと力がみなぎってくるの。疲れるどころか元気になってる、乱れるどころか層が分厚くなって丈夫になってる。やはり、そうだったんですね。メリアちゃんはわかるの。はい、おそらくここの神聖なオーラとせっかちゃんのまとうオーラの質が同じなんですよ。ごく稀にあります。環境のオーラエネルギーを吸収してパワーアップする。世間でいうパワースポット、という現象ですね。あれも本当に環境と相性がいいものにしか意味がない環境なんですが。一人がエネルギーを得られれば、他の人も得られると思い、大勢の人が訪れたりしますね。ってことはパワースポットって意味ないの？相性次第ですが、基本意味はないです。うわぁ、ショック。それでここの環境エネルギーが私の中に入っているってこと。はい、自覚はないと思いますが、あなたたちの才能という器は神の力を媒体にしているくらいだから、人では考えられないくらい大きい、つまり才能に溢れています。せっかちゃんやオウカちゃんは詩人との相性が悪いから力は上がらなかった。でも実際は使用した分はちゃんと蓄積されているのです。これで例えるなら、本来 100% で出せるはずの力が、二人は詩人との相性の悪さで 10% しか出せません。つまり、努力をしても1割しか成果が出ないのです。昔からそう教わったね。だから私たちはロカや月下お姉ちゃんには勝てないんだよね。はい、ですがこれには裏技があります。裏技って何？裏技というのは、詩人を圧倒的力で押さえつけて、主導権を握ればいい。そうすれば、詩人の相性関係なく 100% の力で戦えます。待って、でもそれって詩人を超えないといけないってことだよね。はい、ですが実はそこまで難しくはないんです。なぜなら詩人はそこまで強い神ではないから。そうなの。せいぜい、1億くらいでしょう。強いね。そうですか、せっかちゃんはもうすでに詩人を超えてますよ。嘘。四季家ではあなたが一番潜在能力を秘めてる。せっかちゃんの潜在能力は月下ちゃんの比ではないの。月下ちゃんの才能は詩人との相性がかなり故に潜在能力が高いってところ。せっかちゃんはこの力が尋常じゃないほど高いこと。オウカちゃんは無限霊力を持っていること。ロカちゃんは臨機応変に万能にこなすこと。今この場で一番活躍できるのはせっかちゃん、あなたなんです。それが、私の才能。ここで力を解放しなさい。そして詩人声優を力ずくで抑えてみなさい。力の解放。私が月下お姉ちゃんやロカを超える唯一の可能性。力を解放。オウカちゃん、離れて。この場のおかげでまさかこんなにも早くせっかちゃんを覚醒させることができるなんて。これならあの髪飾りも反応するかもしれない。これ以上は。せっかちゃん、人力で力を解放しなさい。人力、これ、以上は。自分で限界を作ってはいけない。うわぁ。ねえ、せっかちゃんが動かなくなったよ。今、おそらく声優のところにいると思います。どの道この先、せっかちゃんが覚醒しないと毒虫には勝てない。私たちは様子を見ましょう。ざまか。メリアちゃん、何か言った？逃げなさい。逃げろと言ってるの。カナメさん。助けて。打点の力の暴走。何かしら精神的負荷で戻らなくなってる。まずい、このままだと私たちですら危ない。オウカちゃん、援護頼めますか？って。オウカちゃんか。いない。まさか吹き飛ばされた？まずい。ここは私が打点の力を止めるしかない。助けて。
聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。